暑かったっすね。はい、私も自信はありましたが、まさかあんな長期戦になるとは。また行きたいっすね。サウナは夏のレースの練習になりそうですし。確かにレースの前哨戦と考えると一層燃えますね。それにしてもバンブーさんがサウナの後水風呂に入らないのは驚きました。せっかく暑くなったのに冷ますのはもったいないっすから。整ってる場合じゃないっす。いかなる時も心に炎を。なるほど。暑くなりすぎて倒れないように気をつけてくださいね。1週間の笑顔